今日なんですけども、ゴルフ初心者必見シリーズ第10弾を記念してスペシャル企画を行います。今日はね、皆さんに特別に自宅でも練習ができるすごい練習器具を2つご紹介させていただきます。この2つの練習器具はもう僕が日々愛用している練習器具なんですけども、この練習器具はあのツアープロコーチの谷先生と、あと僕がたまたまゴルフショップで見つけたアイテム、この2つがあったらもう家でもね、もう仮に広い部屋じゃなくても狭い空間でも十分自宅でスイングのフォームの確認と、あと調整ができる、もうおすすめな練習器具を紹介します。もうこの2つがあったら今日からもうこのアイテムをもしご購入した方はすぐに上達が早くなります。これは間違いないです。さあ今からこの2つのアイテムを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず1つ目のアイテム、これは僕がネットで購入したんですけども、僕が個人的に尊敬している、ツアープロコーチ谷正樹さんの開発したアイテムです。これです。シンプルマスター CB。 これはね、本体価格がね2900円、まあ、お手頃価格 で一体これは何かというと、開けたいと思います。これはね、何だと思いますか？いきますよ。じゃん！このね、ゴムボールなんですけども、これを、まあ、右打ちの人は左手首につけまして、で、きつさも調整できます。で、これを、この手首のところにボールが来るようにつけます。で、これ小さいゴムボールなんですけど、これをどのように使うかと言いますと、こうやって構えるじゃないですか。構えた時に、この左手首と右手首で、このボールを挟みます。挟んで、アドレスを構えると。ほんで、このボールをくっつけたまま、両腕で挟んだまま、こうスイングする練習をするということなんですけども、これが途中でこう離れたらダメなんですね。しっかりこう軽くつけたまま離れずに、このままこの腕も曲げずに来ると、これがね結構きついんですよ。でもこのボールをつけたままこのスイングを意識すると、自然にこの右腕はこのボールを挟んでいるわけですから、こうテイクバックの時に右脇が締まると、自然に締まったままトップまで行って、このままテイクバックからインパクトまで、ボールを離さずにつけたままインパクトを迎えてフォロースルーをすると、でこのフィニッシュまでボールを離さずにスイングを練習すると、このテイクバックトップからこうインパクトのところにこうスクエアにクラブが降りると、でこのまま振り切ると、これは理論で言うともうすごいシンプルなスイングをしましょうということで、もう変にねこう脇が上がってしまったりとかね、このインパクトで右手首を返そうとしてしまうような癖がある人って結構多いと思うんですけども、このボールをつけたままこのスイングをすると、これで練習するともうシンプルに綺麗なスイングフォームが身につけて、しっかり球も当たると、でこれが球が右行ったり左行ったりしにくいと。でこれをね、実際プロの方もつけて練習する選手が多いと聞きまして、プロでもこれをつけて練習するのが最初はすっごいきついそうです。でもあのね、谷正樹先生の動画でもこのシンプルマスター CB
このボールをつけて練習している動画が上がってるんですけども、谷先生のスイングフォームはすごい綺麗です。で僕もねやっぱりあの谷先生のねスイングを身につけたいと思ってるんで、でちなみにこの谷正樹ツアープロコーチはあの男子プロ片山慎吾選手を3度優勝に導いたすごいツアープロコーチの方なんです。やっぱりこの人が開発して、シンプルなスイングとは何か、もうこれをつけてスイング練習をすることで変な癖がついたりとか、で変な力が入ってね、ちゃんと球が当たらない人とか、やっぱりそういう人には、まあ、特にね初心者ゴルフを始めたての方はね、ぜひまずこれをつけて練習を始めていただけたら、その悪い癖がつかずに自分のスイング、綺麗なスイングを身につけることができると思います。これは本当、これでしたらね打ちっぱなし場でも使えますし、自宅でもこれをつけてこのスイング練習をしてたら、そのまま打ちっぱなし場、あと本コースラウンドでも実践でできると思いますんで、これで何回も素振りをすると、これは本当おすすめです。シンプルマスター CB ブラック、定価は2900円なんですけども、まあ、ネットではもうちょっと安くで売っているかもしれません。はい、これねゴルフ練習の王道がさらに進化、正しい腕の使い方が正しいスイングへの近道、ほんとそうだと思います。もうぜひおすすめです。シンプルマスター CB よろしくお願いします。はい、それでは2つ目の僕がおすすめする自宅でも練習できる練習アイテムを紹介したいと思います。これはネットでもこういうタイプいろいろ売ってるんですけども、全く同じのはないんですよ。でこれたまたまね、あの僕が住んでる近所のゴルフファイブさんというゴルフショップでね、見つけた練習器具なんですけども、これはぜひ家でお素振りができるんでおすすめです。それではじゃん、これ練習器具です。7番アイアン、これね、もうこうパッと見た感じ気づいた方いると思うんですけども、普通の7番アイアンより短く作られてるんです。ちなみに通常の7番アイアン、僕が持ってるゼクシオ9の7番アイアンと長さを比べると、まあ、ヘッドを一緒にしたら、まあ、こんだけ長さが違うという、まあ、通常の7番アイアンに比べたらだいぶ短い作りになっております。ほんでこれただ短いだけの7番アイアンと思った方もいると思うんですけども、これシャフトが、スチールでできていまして、短い7番アイアンなんですけども、通常の7番アイアンとほぼ同じ重さで作られてます。なので短いんですけども、その延長上をイメージして7番アイアンと同じ重さで振れるっていう練習器具なんです。でこれもまあ先ほども言ったゴルフファイブさんで購入したんですけども、まあ、そのお店での販売価格は、3054円でした。3000円、まあ、ちょっと高く感じるかもしれないんですけども、まあ、ちなみにこれを、まあ、自宅でも振れるっていうところを、ご紹介したいと思います。それではね、この短めに作られた7番アイアンの練習器具で練習してみたいと思います。これは本当ね、短く作られているので、あまり周りを気にせずに練習できるかと思います。でちなみに今ここはだいたい7畳ぐらいの部屋なんですけども、もうあまりねこんだけの狭い範囲スペースがあったら全然満振りできる長さになってますんで、すごいこれは自宅でも素振りの練習ができると思いますんで、めちゃめちゃ便利です。まあ、実際に素振りをしてみたいと思います。まあ、ちなみにこれを素振り練習する際は必ず周りに人や物がないのを確認してからしてください。
それでは行きます。こうやってね、普通にこう自分のスイングを確認しながらね練習できるのですごい便利です。これ自宅にあったらほんとね、何回も自分の振りたい時に振れるんですごい便利ですね。これはほんとおすすめです。でこれはちなみにあの通常の7番アイアンと同じように、ヘッドフェイス作られてますので、これで本当に球を打っても大丈夫です。でまあ仮に本コースラウンド中に、まあ、このクラブを持って行って、でこういうすごい傾斜のところで球を出すときに使おうかなって思ったときでも、まあ、これ短いんでこれを使ったら便利かもしれません。すごいね、これは本当こんだけの短さなんですけども、この通常の7番アイアンとほぼ同じ重さで作られてますんで、通常の7番アイアンが短くなったアイアン、それでこう自宅でもスイングができるっていうことはすごい、この自分のスイングフォームを自宅で確認する練習もできますし、この重さが一緒ということでこうリアル感を持って練習ができると、こういうね、ハーフスイングの練習であったり、こうフルスイングでね、振ることもできます。これは本当便利です。これはね、ちょうど7畳ぐらいの部屋のスペースでも、全然こう周り当たらず、練習ができるので、すごい便利です。まあ、ちなみに、まあ、これで練習する際も、周りに、前、横、後ろに人や物がないかをちゃんと事前に確認してから練習してください。これも当たったら危ない練習器具なので、その点だけは注意お願いします。これは本当便利です。よろしくお願いします。さあ、今僕が紹介した2つの自宅で練習できる練習アイテム。この1つ目と2つ目を組み合わせた練習が最高です。これはね、あの打ちっぱなし場じゃないとできない練習じゃなくて、自宅でもできるっていうところにすごいメリットがあるんです。それでは紹介したいと思います。まあ一つ目に紹介しましたこちら、ツアープロコーチ谷正樹先生が開発したシンプルマスター CB、 これゴムでできたボールなんですけども、これを左手首に装着しまして、この長さは調整できますんで、で先ほどのようにこうやって合わすと、で2つ目に紹介したこのゴルフファイブさんで購入したこの短い7番アイアンの練習器具、これをこういう風にねアドレスを構えて、このボールを離さずに振る練習をすると。でもこのテイクバックのトップの時点でこの右脇がきっちり締まってますし、この左腕もまっすぐ伸ばすことを意識してこのまま上げると、このクラブのフェースが自然と外側、そちらに向くことになります。このフェースがそちらに向いている状態イコールボールをスクエアに捉えることができますので、このままインパクトまで下ろすとすごいシンプルな状態でこうフェースをこうかぶせるというか、こういう無駄な動きをせずにそのまままっすぐフェースが降りてきます。でこのまままっすぐフェースが降りてくることによって、このインパクトでまっすぐ正面でボールを捉えることができると。でこのままフォロースルー、
で今度はこの右手首がこうまっすぐ伸びた状態でフォローするのができて、このままボールを離さずにフィニッシュを迎えると、このシンプルマスターシールをつけて、この一連の流れ、一連の動作、このスイングの練習をするとシンプルにスクエアに スイングができるとのことです。これはね、あのボールをつけてるときとつけてないときでは全然スイングの振りやすさが違います。正直ね、このボールをあのプロの選手がつけて練習しても最初すっごいきついそうです。慣れないんでね、正直今僕もこれボールをつけてね、このスイング練習するとすっごいきついんですけども、結果的に綺麗なスイングフォームでスクエアにボール芯を捉えることができるということです。このシンプルマスター CB とゴルフファイブさんで購入したこの短い7番アイアン、この2つがあったら自宅で完璧なスイングフォームの調整と練習ができます。この2つめちゃめちゃおすすめです。初心者の方ぜひこの2つを購入して自宅でもゴルフの練習をしてみましょう。ご視聴ありがとうございました。ほんなね。